バカ女でいいじゃん。ちょっとちょっとお前もやってんだろこいつを。なんだよてめえやってんだろ一緒になって。いや、なんだよ、なんだよ、なんだよこの野郎。なんだこの野郎じゃないんだよ。てめえやってるなこいつを。やってバカだよ。どうもそういや、そういやなんかね。で、ちょっと謹慎にも程があり、俺がね、こんなのとね、そんなようなことする男に見えるか。見えない。なんか、あ、ちょっと。マジにちょ、なんでまた吉兆が出んだよ。吉兆のババアが出ないとどうもね盛り上がんない盛り上がんない。ヘモ出なくなっちゃう。あれヤワラちゃんってのまでやる気になってない。あんなに言ったあんなに言ったのにあいつまでやめないのか。大体あのヤワラってやつは負けたし。くどいよ。いや、まともなことを言ってるからこそこの番組は続いてるんだからな。今週は何ですかニュース。今週、うん、な知らないの今週え千葉吉兆が潰れた。やじってるだけなんだから。やじるより手がねえんだもん。東の浜子を西の男子って言われてね、やじ将軍ですごいの。お前だって政治のこと分かんないくせにパートしゃべってんじゃねえか。ちょっとっていうか子供いないと24年やってたんだよ。そうかそうかそうか。声がひっくり返るよ俺。ていうかさっき4期だよ。4期24年だと。だからバカにするね。だからバカにしない。梅毒だったらもうダメだったよな。大病だとかな。4期入っちゃったら梅毒の4期とね、議員の4期と違うよ。違うよ、内容は同じようなもんだよ。梅毒の方が増しだよ。何言ってんだよ、自分なんか6年で1期じゃないの。1期ですよ、ね、4期だよ俺。1期に終わったって1期の1期、うんね、知識も足りない、はい、そして先見性、将来に対する日本の在り方に対する見方全くない、はい、政治家全体、国会全体、政治についても嫌気さしてるね。何の関係もない私と、うん、国民の一人として何の関係もない。国の将来を憂いなさい。憂わないもん、成り行きだもん。居残り左平次だ。今の東京のハロウリ店どうなんだっけ。ズンタランカズンタランカズンタランカ。じゃあじゃあカラオケで、うん、懐かしいな。懐かしいね、うん、俺がガキの頃だ。そう懐かしい。戦後すぐだな、うん、あ昭和20年代の初めだな。じゃあ青い目を吹く柳の辻に花をめしませ、こうやって岡さんはね、めしませ花を、こういう感じでね、どこか寂しい、これひどいやな、憂いを含む、佐藤八郎、夢歩き東京、この調子いいじゃん。初心者ってそんなこと言われたの。だけどこれ志らくの歌ってんだ。これテレビ見るやつはいるのかな。いやいや切るやつはいくらも見るんだけどね。冗談じゃないよ。でも物好きな人もいるからほら物好きやから。柳青める日つばしょうちっぺん先生が歌えっていうこういう指示なんですか。いいよ、通勢、歌って歌って。かわいいガラス窓、これ、ね、木が合わないですよ。住むは春の青空か、あの屋根は、うん、輝くせろかか、遥かに朝の虹も出た、誰を待つ心は、
は湧き夢の街東京。なんだよそれ。終わったよ終わったよ。おいでよ戻っておいで。いやいやこれドーンときたらそれっきりだから寝床みたいになった。義太夫と一緒で寝床。おい打ち合わせで言ってくれよ。だったら俺今日来なかったんだ。ちょっと待てよ。だからこの番組は打ち合わせなんかないよって言ってるじゃないの。言ってるけどさ、ね、このこういうことは言ってくれないとね。来るなら来たで構えがあるじゃないの。分かった。だからもっと余計に来てくるとかさ、耳に栓するとかっていろいろ防御の方法がある。いきなりドンと来たらね、あの義太夫じゃねえけどね、たまったもんじゃ。寄せ演芸の、まあ、腕のある人たちとは違いますよ、うん、いわゆる人気者、芸のある人じゃなくてただテレビに出てわーわー騒いでる、そんなしバラエティーに出てひな壇芸人とか、はい、そういう話。そうです、うん、どうぞ。でまずは順序としては、うん、そのネタ番組というのが今ありまして、うん、ネタ番組、昔でいう演芸番組のようにネタをやるんです。その芸人たちが一人だったり、うん、コンビだったり、うん、というのが短いのな、エンタのなんとかとかなんとかカーペットというふうに、レッドカーペット、エンタの神様でしょ、というところに半分素人みたいな子たちが出てくるんですけれども、はい、素人ですよあれは。まずはそこで、あの私の知り合いですけれどもね、一人でやってる子なんですけど、うん、コンビ組まされるんですって。こいつとなら組むなら出してやってもいい。でネタは向こうの作家が考えて、今構成作家がネタ作りますで、このキャラでやれと、やるならやっていいなら出してやると言われて、うん、つまりあの彼らあるいは彼女たちは、うん、自分たちの芸で出てるのではなくて、うん、作られたもんか、作られてるんです、コマなんです、うん、で例えばなんとかギリっていうような、うん、あの着流しでギターの彼いますよね、うん、あギター侍な、ギター侍、うん、彼も本当は違うキャラで行きたかったんですけれども、うんうん、あれで一発作られてしまうと、うん、まず最初は、うんうん、で次のステップとして本当はそれでそのひな壇芸人だとかというところに、うん、バラエティーに入っていき、最終的には冠番組ということで自分たちは司会に回ってというのが彼らの思い描くコースなんですけれども、それがなかなかうまくいかないわけですよ、うん、つまり当たっちゃうんだろ、当たっちゃう、ドーンと人気が出たら出たで、そのキャラクターから離れられなくなるわけですよ。わかるよ、ヤックンがそうだよ。そう、桜塚ヤックンも最近だと、よく知ってるね。いや知ってますよ、言えばとテレビなんか見てないでしょ。じゃあ暇だから、そう、俺分かんない、いいテレビ買ったから。あ、いやいや、吉村さんに買ってもらったから。見えんの、だから1メートル、何触れんの、さテレビ触ってどうだ。だ1メートルのところで大型画面を見てるから、か暇な時に分かるの。実は男性なんです、男性なんですけど、スケバンの格好、昔のスケバン強子って言うんだけど、桜塚役スケバン強子っていう名前で、知らねえ、桜塚役、知らなくて5秒で、じゃあ面白いことをやってみろというんで、5秒ならいないない教えりゃできるよな。鉄腕のトムさんとかいるじゃないですか、鉄腕のトムさん、鉄腕トム、爆発的に人気が出て、まるで一発屋さんのように見る人もいますけれども、あの人たちは芸がちゃんとありますよ。だって男子推薦、ね、私が羽田でね、まあ、あの待ってたというか、まあ、昔の羽田ですよね、だからそれ遠蔵、その遠京と言ったかな、今の遠蔵っていうの、遠蔵がね、取り勝ったからね、俺大きな声でね、うんうん、あのお客さん、この辺にはね、下手な落語家、眼鏡かけた下手な落語家通りませんでしたか、いる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 っつうんだよ、こいしゃれてんだ。それでね、普通だったらね、怒るか、じゃなきゃ逃げちゃうか、そうそう、それで何かすればまた俺にやられると思う、知ってるからね、うんうんうん、で俺はうちから持ってきた弁当を食い始めたわけね、うんうん、でこうやってとにかく欲しいんですよ、うん、こういう感じなんだよ。ああ遠蔵が、遠蔵がね、遠鏡、うん、で見てんのね、見てんだよ、ね、俺と同じだね、じゃあ、うん、ああいう感じがな、すごい騒がしい人でしょ、え、騒がしい人、遠鏡さん、騒がしい、ガン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 言ってやらないやらない、向こうでやることは大体予想できる、うん、まず弁当の上でもってくしゃみをするね、あいつ持ったからね、あらやりもやりかねない、大体分かってるからね、蓋持ってペッて、やんなきゃね、からね、じゃ食べてる、全然やらない、そばまでこうやってくしゃみするの、いや、くしゃみするか、突然出るの、くしゃみってうまく、いや、くしゃみしないくてもね、店でも何でもいいやん、ハクションハクションってやれや、やるんだ、あれは俺できないもん、ね、でいいね、話が全然違うんだよ、つまらない、そこに行けばどうするんだ、それでおしまい、その先はどうなるか、すいません、じゃ続けてください、普通ならくしゃみだけど、はい、どう、これやりそうだからね、これ後ろのスイスだからね、そうやって後ろの座席でね食べてた、こうやって見てるわけだよね、誰がやるもんかって話、我慢できなくなったのがね、俺のそばへ来てね、客席にこう座りやがってね、
小話を3つやりますってやれば偉いね。これね、小話をやる、これやらないわけにいかないじゃないですか。今は失われたいい言葉がたくさんあるぞと、日本語にも。それを書いた、それをですね、今日ね、思い出しながらね、やってもらうと思うんですよ。いやね、その古い言葉がなくなってきたということは、なくなってもしょうがないって懐かしさっていうだけでね、取っときたいなっていうのとね、それからズバッと言えば恥も外聞もねえのかっていう言葉ね、テレビなんかに出てくる連中、恥も外聞もねえのかと、テレビバカじゃないですよ、週刊誌でもなんでも、それはもう内容的にね、いや、それは恥も外聞もっていうのはもう親に昔よく言われた言葉です。一番大事なことですよ、ね、今はもうそういう言葉自体が失われてるような、使われてない、まさに恥も外聞もねえ、沙汰の限りだって言葉があってね、沙汰の限り、あった、沙汰の限りだよ、もうこれはもうダメってこと、そういうことですね、やっぱり良権なんていう言葉とか、良権な、芸人の良権、良権な、それもない、良権がよくねえよってね、あるよ、言ってることは生意気で何とか言ってるけど、良権がよくねえ、顔見りゃすぐ分かるよ、良権が、大沢じゃないけど良権がよくねえって、よくない、悪相みたいなね、でもまあそういうね、懐かしさだけじゃない、そこに真理がね含まれてるなっていう言葉が随分我々のね、先祖が伝えてきた、美しいんですよね、そう、言葉があるんだよね、聞けば分かる、でも今使えっつってもね、まあ私はまあ落語の中で使いますけどね、だけど落語の中で使ってても、まああえて今だ拉致もねえやさとかね、おとといきやあるみたいなね、あるけどね、普通の古い言葉を感じ、ちょっと医学言い方しなんですが、普通の古い言葉だっていう感じ、落語がだからいいだろうと思えなくなってきましたね、しかも、はあ、だから最初のうちはなるだけ熟語を使わないようにしたんですよ、俺とおめえとの関係はななんて絶対言うけど、俺とおめえとの関わり合いはなっていうふうにしないと、古典落語の雰囲気が壊れますよね、それが古い日本語、そう、ね、今は関わり大和言葉だよね、関係大和言葉古いね、遡るね、だから中国のことは関係なんてのはそうでしょ何の話なんだろう、大和言葉なぞほとばしるねなんてなんだよ、なんだよ、バフだよそれじゃ、いやよく知ってね、嬉しいねありがとう、バフを知っててくれてありがとうございました。ではこの辺でもう帰ろうか。お前、あ、初めて聞いたんですけど、お風呂でこせられたなんでさん付けって言うんですか、なんでさん付け、ね、いや人名、いや、まあ、もしかしたら意味はあると思いますけどね、語源はないわけないと思います、でも背中流す関わりいいんでしょ、だから女性の女湯も平気に入ってって、そう、男だけどね、三助さんは、うわやりたいねその仕事、何考えてるんだよ三助やりたいってでもだから風呂屋とか銭湯とか聞いとくよ、そういう話があったら紹介するからお願いします。でも志らくさんにもやる聞くんだけどさ、風呂屋って銭湯はいいんだけど、風呂屋ってよく言うけど三助も行けない、風呂屋も行けないの、じゃあそれは三助今いるよ、いるでしょ、いや、あのオンエアで言うのはまずいでしょ、今風呂屋も行けない、床屋も行けない、え、そう、床屋はいいでしょ、床屋さんですよ今、あ、床屋さん、そう、正式は理髪店って言わないと、そうなんですけど、あの床屋を言いたいな、床屋さんをつけなさい、だってじゃあ美容院のことパーマ屋って言うじゃない、おばあちゃんパーマ屋はいいですよ、別にパーマ屋は、パーマ屋いいんだね、床屋行けない、床屋の A ちゃんなんて歌手がいたんだけどね、 NHK のコンクールで1回目にトップになって、下方 A 床屋のためでね、かわいそうなことしました、床屋の A ちゃんでうるうるしてたんでしょ、じゃあ落語家もダメなんですよ、軽蔑した言葉で、そうなの、大衆人民芸術家って長すぎるよ、気取りすぎですよじゃあまあそういう話ではキリがないけども、だからね、やりすぎもね、考え方ね、やっぱり差別しちゃいけない、ちんどんやないじゃないでしょ、チンドンマンって言うんだったな、え、チンドンマン、マジでさ、いやいや、本当だこれ、そうなんですか、チンドンマン、チンドンマン、じゃあ全チン連って知ってる、知らないよ、全国チンドン屋連合って言うんだよ、全チン連、なんかお前が会長だよ、それ金会長は全チン連の会長じゃない、それが全国でコンクールをずっとやってたけど、チンドン屋さんが減っちゃってコンクールできなくなっちゃった、全賃連が悩んでたんだよ。俺そんな相談受けたんだよ。相談受けた。同じ賃つながりで。賃つながりで。賃同士で頑張ろうよみたいな。相談に、相談に行くやつも行くやつも。懐かしい昭和言葉。
もうダメだ。お姉ちゃんがボーイフレンドを自分の部屋へ入れていろいろと、それを鍵穴から見てた弟の坊やが、お姉ちゃんたら僕が指をしゃぶるとすぐ怒るくせに、私たち意見の発表の場のないものにとって番組の発言はいつも気持ちがすっきりしております。長寿番組になることを期待しております。長寿番組って250回で長寿だと思ったんですよ。もっと長寿だって言ってるんだよ。72歳の彼にとっては長寿でもないみたいですね。我々より若い人だよ。あ、そっか。彼がさ80だ90になる頃我々はいないかもしれない。どっちかは72歳だっつってるじゃねえか。同じじゃねえか。だから何言ってんだよ、分かんないよ。この人が年取ってあと何 10年でも20年でも続けろって言うけど、その頃は番組がないよって言おうと。あ、そうか。まあ長寿番組になる前にまずは出演者に長寿になってもらわないと。長寿の限界が来るという。限界が来ると。ここにねちゃんとしたバーコードがついてて、読み取ってくれるんですよ。95円と分かるんですよ。ピッ、バナナ100円とまで言うんですよ。ほらほら、これ何ですか。いきますよ。カレー165円。すごくないですか。読み取ってどうすんの。だけどで最後に、全部で360円です。全部で360円お買い物ゲームができるのね。そうなんですよ。しかも、この、あの用意してある商品ばかりじゃなくて、例えば200円、僕の時計200円らしいです。ちょっと待て、はい、これちょっと気になるんですけど、野瀬陣平やってみていくらなんだか。俺の帽子やってくれよ。290円。ちょっと待ってよ。頭脳が290円らしいです。やめてよ。そんなもんだよこいつ。もうちょっと高くしてくれよ。ちょっと合計しますか、これ100円。師匠弱ってるんですね。100円が。じゃあ僕は290円ってちょっと喜んじゃおうよ。100と290しかないじゃないの。じゃあちょっと待って、3人足して。いや足して1045円。しかもだから、それカレー付きで、どうなってんだよ。カレー付きで1040円ですよ。チンコ巻きってるとね、マンコ巻きってのあって、やだなおい。これマンコ巻きの方なんですけど、やってみる、やるの。さあ、いやもう本当家元やれるの。いや俺はね名人って言われたの、ガキの頃から。あ、そうだ。これで小遣い稼いでただけですから、ね。本当。おお、待った待った待った。お、すごいすごいすごい。いや本当だよ、入ってるでしょ。うん、それで、え、回ってるね。まあ、ちょっと待って、うん、これベーゴマっていうやつですよ、ね。これベーゴマ。でもこれ知らない。もう米国人だけど知らないですよ。いや、なんで米国語って言うんですか。いや知らないんだけどね、やっぱり。いやこれはあの、ね、あるんだけどね。語源はあります。あるんだけど。今ダメだこれ。あ、ダメだ。あの二人でね、二、うん、人でタイでやるやつと、うん、それから順に順にやるやつと。弾き出すんでしょ、なんか。大勢でバグンってやるやつと、いろんなゲームのやり方。うん、そうすると何、名人と言われたっていうのは何？その稼いで。相手がやるでしょ、うんうん。どういう状況でもこいつをぶったくっちゃうんだこれで。うん、ピシーンって上手に取っちゃう。その名人、ね。こういけばこいつでベーンって出すし。一種の掛け事。ですか。これをまあ持ってって、貧乏だからみんな、うん、駄菓子屋っていうよりはおもちゃ屋売って、あ、それで1円ぐらいになるんですよ。へえ。なんでそこテレビ出してんだろう。え、いやだってよくできてるからね、ネズミ年だということを忘れてる人がいるかもしれないから、こうやって強調言い訳だね。世の中にこんなバカげた言い訳あるの。あ、そう、うん、ない。ネズミ出したってわからないといけねえから。これ頭どうかしてんじゃない。それよりも今ね、3人の声から占うって言ったでしょ、はいはいはい、だって先生、あの生命判断なんてやってたぐらいだから。そう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 、ちょっと将来ほら、ね、将来なんてない。まあまあいいや。それでじゃあ分かったよ。男子72歳だ、はい、ね、でこれふわくは過ぎた40歳、うん、過ぎたよそれ。70だもん。過ぎたね。だから不惑は論語の孔子の言葉から来た。還暦って60歳じゃないの。還暦61です。つまり江戸ですから、十巻十二支が一回りして、うん、そして61年、60で組み合わせが終わるんですよ、うん、江戸のね、うん、でこれで後期、これはあの東方の詩ですね、うん、人生七十古来まれなり、うん、過ぎた男子72になったが将来どうなると思ってるの。ね、これは、これは、なんでね、春よ春よ。え、これ、ね、やってごらん。来年。来年、73だ。来年。じゃあ記事の前だな。もうそろそろ狂ってますから。ちょっと待てよ。ちょっと来年狂うの？
来年1年ぐらいしか持たないだろうな。あ、そう。それで来年、うん、しまいます。ちょっと待ってよ、くるって死ぬの？そう、そうじゃない、その2つじゃないけどもね、うん、死は来るでしょうと、死にたいと思ってるんですから今、うん、それはわかるよ、うん、で、簡単に言うね、これやめて。この人といえばあの曲ってこうなってるけども、岡春夫だったら何なんですか？僕も昔聴いてたから、憧れのハワイコード、国境の春がデビューですよ。遠い故郷はまだ春なれど、故郷の春がデビューは昭和13年戦後になってくれ、なくなくおばとやだとか、そうそうそうそれ、故郷の花売り娘だとか、あんぽかわいや、うん、パラオ小石や、うん、港横浜花売り娘、分かるな、船は港にいつ帰る峰へと、うん、港シャンソン、うん、知ってるね、知ってるよ、そりゃ花売り娘だってな、花の関東航路南京が2つあって、もちろん上海があって、東京と港横浜、港横浜があって、うん、でもこの番組を見てる年代の方はね、そうだよ、もうそれも分かんないよ。とにかく戦後はおかっぱると火山屋全部もう石鹸しちゃったの、火山親族は、ブギで東京ブギ、はい、うん、その後へ来たのが宮地道夫と美空ひばりだと、まあ俺はそう言ってんだよね、はい、これヒット曲の数において、あ、じゃあおかっぱるまずね行きますがね、家元今たくさん並べてる、家元にとってのおかっぱるで最も好きなの 2,3 曲あげると、な、うん、何になるかっていうことです、うんうん、何になるんですか今たくさん並べてる、最近一般だと憧れのハワイコールであり、 それ一番有名だよ、泣くな小鳩、泣くな小鳩と、うんうん、この3つぐらいですね、うん、世間は、うん、一覧表持ってるけどね、それにしたって志らくさんと家元がどういう曲を好んでるか、やっぱりあの国境の春だとか、はい、男一匹の歌だとかね、あれは誰か違う人が入れたって話がある。男一匹の歌って聞いたことあるんだけど、赤い夕日が砂漠の果てに、満州かなんかの話ですか。そうですね、旅を行くにはもう声がこれだけどね、うんうんうん、もっといい声で歌ってごらん。いやこの間この間歌ってたんだ。そうか、避難したか、もう、そうか、あのカラオケやめましょう。そうかそうか、この間そうだね、マイク持ってやってね、うん、赤い夕日がってやつです、うん、でも志らくさんは何がいいんですか。じゃあ私は好きなのは、家元は今のは、花の広東航路が好き ね、あと港シャンソン、今日は面白いよ、はい、うん、いやいや都電が ね、昔は都電が都民の足でもう 全国的にあれが良かった、ね、花電車ってなったり ありましたよ、なんかお祭りだったりね、違う意味でも花電車ってなりましたね。え、うん、何ですか、何の知らない知らない、何、あ、そう、女性のやる曲芸、あ、それ花電車ってあるよ、知らねえよそんな明治時代の話なんか。そんなことこの間まで台湾でやってたもん、明治時代のこと師匠が花電車ってある、まあ、まあ、いや今日はで我々ごめんなさい、落語で電車風景っていうのはね、この市電のことなのよ。あ、そう、商船の、商船ってのは古いけどね、商船は今の JR ですよね、はい、どうぞ。寄席に通ったっていうけどさ、主にどの路線を利用してたのかって、吉村教授は通学とかいろいろだったけど、私はね、うん、人形町だからね、うん、8番かな、目黒から、あ、目黒10番通って麻布十番ですか、それとも秋葉原で降りて、これ完全にやります、うんうん、秋葉原から どこだろうな水天宮まで行ってるのに、ほんの湯河本町、元岩町、小伝馬、堀留という5つぐらいを必ず乗るの、うん、と今の8番とか何番っていうのは都電に番号がついてる、そう、そうそうそう、何5番で来たのとか、池袋が17番、あ、そう、大塚が16番懐かしい、ね、18番よく覚えてる、だってそれ毎日通ってたの、当選がね、えぐみのね2453万62とかなんとかって富くじ、富くじ、宝くじ、あ、宝、うん、いやいやいや、だけどね、その市電というか都電と同時にね、堀留町なんという町名もね、うん、だから曝露横山なんていうの無理しないで曝露町横山町、そうか、都電はみんなそういう懐かしい名前だったね、定例場尾張町だとかね、うんうんうん、これをね、高田馬場からさ早稲田までね、あった7円半ですよ、 7.5 円往復15円、そうだったの、そうなのよ、あ、だからね、そういう言葉をね、うんうん、町名ばかりじゃなくて普段の会話の中にも、ね、うん、出てこないですもんね、日本人が使うね、うん、そのなんだろうな、あれじゃないですか、そのあれみだとか文化、新宿を買うぜとかね、うんうん、そのそういう言葉っていうの文化がね、だんだんなくなっちゃう、うん、都電とともになくなったというね、よし、今日はね、うん、懐かしい話弾むからね、うん、もう一回こういう古いさ、うん、昭和のレトロのね、なんかやりましょう、
新しいことを知らないっていうことも言ってんだな。そう、知らない、関心ない、新しいことはね。生涯この、新ザレに縛られたって言った方が変だけど、ずっと祟られたというかな、一緒に過ごしてきましたね。ショーはアスティアが一番好きなのに、でも作品としてはやっぱこれが一番です。前々回のイースターパレードこっちのがよくできてると思う、作品としては、ね、お前なんか監督やるけどどう思う。いや私もあの一番好きなのは雨に歌えばですね、ミュージカルでは、ジン・ケリー。いや好きなのはやっぱり師匠の影響もあるんだろうけど、アスティアの方が素晴らしいと思うんだけど、映画を一本上げろってミュージカル上げろって言ったらやっぱりこれになりますね、なっちゃうと思うんだ。キスミーケイトよりも、やれ二の近キスミーケイトが、いや二の近な金の靴下ですか、変えたやつね、バンドワゴンだとかよりやっぱこれですね。Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning.Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love.思い出があるという映画それぞれありますよ、こんなシーンを覚えているとか、これは全編私の体に食い込んできて一つも忘れたところはないわけです。すごいんだ。じゃあ、じゃあ何回ぐらい見た。何回って10回や20回見てる。10回や20回、それで、ね、映画館だよ。そうよ、パリ行った時にね、やってんだよ、シャンゼリゼをちょっと左に入ったところで、それで、まあ、のビデオを見つけたの、どうしようと思って買ったの、ね、まあ、ビデオ買いますよ、ただこれで映すのが入らないの、ソニーとか、であれはね、ハードとソフトの違いで、なんだろうな、何方式っていうの、パレ方式っていうの、パル、これ買ってきましたよ。それでうちで見られるようになった。すごい高いじゃん、そこまで入れ込んでたね、この映画にね。73歳の主人は昔の映画や歌を懐かしく見ております。今日は喜んでくれたぞ、きっと。でしょうね、私は主人にいろいろ聞いたりして、番組を通じて夫婦の会話が弾んでおります。もうね、あのコーナーで夫婦の会話が盛り上がってると。はい、ありがとうございます。だから続くんだよ、はい、な、今度夫婦の会話がさ盛り上がらないでね、壊れるような、ことやろうか。なんでですか。いや、だったらあの夫婦の会話が夜も盛り上がるように、ちょっとエロ映画とかも紹介しましょうか。何考えてんだ、エロ映画。医者がですね、フラウ女房ですね、女房連れて散歩してるとね、一見売春婦、でその亭主に、意味ありげに、ね、あれ誰あんた、あれ誰、ちょっと、まあ、職業上の、まあ、付き合いというかな、そう、職業上の付き合い、どっちの。うん、やんなっちゃったや、東京の人。東京 MX でございました。
白かったね。何度見てもいいですね、うん、この映画まつあのさっきのあのビギンザビギンのシーンで、うんうんうん、私はちなみに言うとジョージ・マーフィンが大好きなんですよ、うん、まあまあいいやそれはそれで、うん、でも音楽が止まってタップの音だけになったとこ圧巻だった ね、 圧巻ですね、うん、すごいですねあれ、うん、まあこの映画はほとんどコール・ポーターの名曲ばっかりなんですけど、うん、アッカン・バスコムって映画あったな、うん、圧巻だって言うからそれは悪でしょ、うん、そりゃそうだよ字が違うんだ分かった分かった何か言わなかった分かった、まあまあ、仲良くしますまあそういうわけでね、うん、今日はアステアが旬になるんだけど自由にして手話エルナ・パウエルを楽しんでもらいました、うんうん、サンキュIf I seem to scintillate, it's because I've got a date. A date with a package of the good things that come with love. You don't have to ask me, I won't waste your time. But if you should ask me why I feel sublime, I'm stepping out with my baby. Can't go wrong, 'cause I'm in right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey, can't be bad to feel so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. うん、すごいな。何にも言うことないです。いや分かりますよ、これはすごいよ。正直もう一回見たいですよ ね、 見たいね。じゃあもう一回やる、ね、はい、できればそのねやっぱ映画みたいな、私はまあビッグスクリーン持ってますけどね、そりゃ大きいスクリーンで見たいよ。まあまあこれ置いといて、うんうん、置いといて、この次の、うん、もう感動だけでいいでしょう、うん、でも今のところ少し説明してよ。あれはずっと6分ぐらいの間踊りまくってるわけでしょ。そうよ。普通だったら途中でやめたりいろいろするじゃない。しない。ナンバーってのは少なくも5分から6分あるの必ず。あ、そう。スイング・ザ・レインだってあれ2分じゃないよ、うん、ちゃんとあのつながって、うん、もう朝ねって言うと何日だよって、うん、その前にグッモーニングっての歌を踊って、はい、グッモーニングを踊って、うん、そしてそこへ入ってくる。でもずらっと最後まで曲が終わるまで踊り続けてるわけ。続けてますよ。取れちゃうじゃない。アステアのすごいところはとりあえずノーカットで撮るんですよ。ノーカットで撮ってカメラの変な動きも全部省いてダンスメインで見せる。あ、この映画は、うん、アステア引退してたの、うんうん、でジーンがやるわけだ。ジーン・ケリーがメインで、うんうんうん、でやったのね、うん、何度も言うけどもこれを見た映画評論家が、うん、アステアよ二度と引退などということは言わないでくれ、うん、そういう画評っていうか映画評が出たの。言うじゃないのかな。ああいいね、いいとこついてるね、うん、Never saw you dress quite so handsome, what's more I could hardly wait to keep our date this lovely Easter morning And my heart beat fast as I came through the door to the Easter parade. On the avenue, Fifth Avenue, the photographers will snap us And you'll find that you're in the road of gravure. Find the writer's on it, upon the leaf upon it, and on the curb again, you'll be in the parade.
これぞ映画って感じがするね。これが安くなって我々は、うん、映画館に行かなきゃ見られなかったわけでしょ、うん、昔は、ね、もちろん金を払わなきゃなんない、うん、その金もあんまりない、うん、今は自由に見られる、うん、だから贅沢になった、うん、若者よ、イースターパレードとスイングザレインだけは見ときなさい。でもどこに住んでたの？東京のね、うん、大曲っていうところ。大曲って都心ですよ。そうで、バーッと落っこってきて、焼夷弾が、焼夷弾が、うん、それ覚えてますからね。で逃げたって親と一緒でしょ。そう、神田川のところでね。そりゃそうですよ、自分で逃げるわけやないでしょ。いやだけど分からない、繊細ですから。前の日ね、前の日ね、うん、あの新宿区の方燃えたんですよ、うん、それで焼夷弾があった時にうちの父親がその新宿の方に逃げた、うん、でみんなはね山の方に逃げたんですよ、うん、白山の方に、うん、でみんな死んじゃった。あ、そっちに逃げた方は燃えるものがあったから。うん、不運だね、うん、そしてね、うん、文京区役所も燃えちゃった、うん、そしたらね、生き残った人に登録しなさいって言われたんで、うちの母親は名前まで書いて、僕はね生年月日まで書いて届けたんですよ。そんな時代だったの？そんな時代。あ、僕は千葉にいてよく分かんなかった、うん、2歳ね、2歳ちょっとです。でもよく覚えてる。家元はその頃だってシェーって、あの軒先のところをね、岸が走ってったの見てるの。それで母親がパッと開けて見なさいって言われた。ちょっと余裕がありすぎじゃないの、見なさいなんて。すっごい。いや、それは B29 がね、うん、うわーっと来て焼夷弾をボンボン落としたんですから。すごかった。音がすごかったでしょ。音すごかった。土手のところにね、うん、大きな穴が開いて、焼夷弾の親分が落っこった跡だ。穴が、穴が。母親が言うにはね、うん、同じところへはまず落ちないだろうと。うん、そうだよ、飛行機飛んでんだから。リスから言ったら、うん、ここへ入って逃れよって言うからね、はあ、僕嫌だって言ったら怖いから、うんうん、じゃあと言うんで、うん、麦の畝がこうありますね、麦畑の、うんうんうん、そこへ母子三人がいて、こうダーッと音が聞こえますね、あの焼夷弾の音が、うん、すごいんだ。そのうちにバターンとなりますよね。その間こうやって目と登場座りましたから、鼻をやって目をやって耳をこうやって押さえて、うん、親子さんに過ぎ去るまでを祈ってたかどうだかわからないけど待って、はあ、そういうあれなんだ、避難の仕方、うん、その時に私の状況はね、ちょ母親がね、うん、この子おかしくなっちゃったんだと思ってね、うん、その会長さんに町内会の、うん、こういう状況になってますけど、これ大丈夫でしょうか。ただね、そういう気になるでしょう、なりますよ子供でもって言ったのを覚えてます。っていうことは、鬼畜米英に対して畜生ってなった。そういうこと、うん、そういうことですよ、アメリカの畜生、うんうん、だからこの間もエイプリルフールがどうのこうのって言った時にね、最大の嘘をこっちは経験してますからね、日本は負けないという嘘を。なるほど、大本営発表ですよ、うんうんうん、だからね、あのその時の子供心の、うん、なんだろうな、普通の感情の延長では考えられないような状況を生み出してんのね。チキショウ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 、泣いてないのよ。それをまた覚えてるのがすごいな、記憶力いいね、うん、記憶力いいけど、そこまでは。でも防空ズミかなんかかぶってさ、みんなあれでしょ、それでもってなんとかなると思ってたんでしょ、空襲逃げる時。いや、あれはね、うん、すっごく有効よ、防空頭巾、うん、あ、そう、あれね、水につけてね、かぶるんですよ、うん、と燃えててもね、うん、そう、体、顔は熱くないの、それがこう蒸発して効かない。知らない、そんな経験ないから。あ、そう。なるほど、なるほど、まあ、いいね、いいでしょ、うん、いいでしょ、うん、
見事でしょ、うん、昔はああいうね、例えば違うけども、うん、早野凡平とか星であったりいろいろやりましたね、まあまあ、うん、小野栄一だとかいった個人芸があったんですよね、うんうん、それ演芸場で出られてたから、うん、今ないでしょ、ない、テレビに出れば1回であれ見たでおしまいでやっちゃうでしょ、そうか、うん、だからテレビはテレビに出てるのはただ騒いでる芸人で、あいつら、なるほど、今の彼は本当の芸人ですよ、大道芸でやってるけどもテレビなんか出ないんだね、きっと本人出ない方がいいね、出ない方がいい、ね、出るとしたらたった1回ぐらい NHK のいいところへ、うん、俺が紹介してやってボーンと出るとかね、うん、あれだけできる芸人っていうのは、うん、今まであんまりいなかったですよ、そうなんだ、うん、じゃあまあ一種の芸団の最初だからね、うん、日本映画をね、懐かしい日本映画、特に昭和を代表するような名画、これをねちょっとこう見てみたいと思うんですけどね、後ろに幕末太陽、幕末太陽で、うん、今日は、うん、今日は幕末太陽でやってくるんでしょ、はい、ね、志らく師匠に来てもらいまして、いろいろとこの映像を見ながら、はい、うん、話をしたい、昭和32年の映画です、ね、これは、はい、うん、新宿日活でね僕は見ましたね、これ入ったの、いやそれほどあの大ヒットというわけじゃなくて、後年いろんな人にあの褒められて、ね、あの上がってきた映画ですね、そう、そうだよ、ただ一つだけね、うん、フランキーが朝起きてね、うん、シリッパ処理をしてベーって掃除してるのがあるね、うん、ね、女中さんにフランキー酒井主演だよね、うん、そこでがいい絵だなと思ってね、うん、落語に使ってる朝早く起きるって絵とな、はい、キーって昼頃になると起きてきて、うん、よ皆さんってなこと言って夜になるとっていう左平次のあれは、居残り左平次にそのシーンを使ってるんですか、そう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 、だから川島さんが演出したんだろう、うん、フランキーがベーって掃除してるシーンを俺が、なるほど、じゃあ何度言ってもね、うん、日本で最高の役者は森進一さんですよね、なるほど、そういうその使ってる連中、うん、倍賞光子の凄さ、うん、特に世間なんかのあの時のね、凄さね、うん、緑箱の良さ、うんうん、バンジーの名人芸、うんうんうん、まあ、あとはもういいや別にいいやってことはないでしょ、いやいや、分かったよ、分かった、とにかくね、これねえかな、あの緑孫が田舎から来てね、うん、パンツが1枚しかないんだよ、うん、銭湯行っちゃって帰ってきて乾かしてないで座ってんだよ、うん、それを下からバンジーがじーっと見ているシーン、普通の、喜劇と違って、うん、すごくあのバタ臭くやりながら粋なんですよ、だから説明しないか、うん、分かんない人は分かんないんですよ、そう、それでドタバタで一歩狂えばなんてこの野暮な映画だって、うんうん、それがあのちょいと違って大将光子がヤクザにさらわれると、うん、中村芽衣子のおっかさんが、うん、あの復讐に行くんです、そうすると声だめをこういうでもうそのヤクザたちにそのうんこをブワーッとかけるとか、そういうシーンも出てきたりだから、それでじっとそのこっちも半分承知で2階で座ってる緑真子をこうやってバンジーがじーっと見てる、うんうん、なんともたまらないそのノーパンの姿を見てるの、そう、うん、そう言っちゃうと一言もないんだ、うん、それだけなんだけど、うん、そのなんていうか本で言うと行間に感じる、うん、そのバンジーと緑箱、うん、倍賞光子、倍賞光子と川原崎長一郎とがバスで旅行に行ってるんですよ、うんうん、それで2人の夜の生活を左牧前がただただじーっとあの見てるっていうシーンもあるんです、左牧前も出てんだ、そうです、ただただ見てるんです、2人は果たして夜寝るのかっていうのを、それはもう全く説明なしにただ見てるとか、うん、そういうあの、まあ、親切じゃない、だから分かんない人は何だか分かんないかもしれないですね、これ今見てどうかね、今見るとちょっとあの上慢な部分もあるけれども、でもあのこの時代の喜劇の中ではやっぱりあのテンポもいいし、ただ若い子とかあんまり映画見てない人にはもしかしたらちょっと分かりづらいかもしれない、うん、でも森重さんとか万春さんが出てるってことは出てるだけでもやっぱり面白いっていう、そういうこと、いやだから森重万春順も今志らくの言った会話の中に入ってしまうんですよ、うん、この人は誰っていう、下手すりゃ、うん、俺は真から森重を愛してる、うん、そういうエピソードの方が面白いや、映画より映画よりってあ映画見てもらいたい、あの、ね、誰が見てくれるってよりもね、うん、もし男子に興味があったら、し、う、げ、ん、さんに、志らくに、うん、興味があったら、うん、見てください、喜劇女シリーズ、うん、第3弾、森崎東ね、はい、森崎先生まだ元気です、うん、おい男子っていうなんですか、小三師匠、うん、この間俺はタクシー乗ったらな、うん、運転手お前の悪口ばっかり言ってんだ、俺は着くまで師匠の弟子でしょ、あの男子ってのそうだよ、しょうがないですね、あんなろくなこと言わねえし生意気だしさ、態度悪いし、何なんですかあいつ、だったく乗った時から降りる時までずっとお前の悪口だ、お前
しょうがないから降りるとき俺に600円余計にやっちゃったってなんだか分かんないんだけどね、うん、あの人がもそもそ言うとおかしくてね、うん、600円って数字はどっから来たか知らねえけどね、うん、600円余計にやっちゃった普通ならチップ置いてきたとかこれが私は声来るわけですよあそう声来るわけですよ普通に言ってるんだよね殴るのはね、うん、こういうのダメなんだよ。あじゃあこういうのやらしてごらん。やってごらん。マジにやるな。そうそうマジにやらしてごらん。外れた今。外れた。外れた。うん、これはね、レアロってやんなきゃダメなもんなんですよ。殴りっこで始まる番組どこにもないよ。ないよ。だから面白いんです。I'm not afraid to die.